沖縄刑務所暴動当時の沖縄刑務所、沖縄刑務所暴動とは、1954年11月に、アメリカ占領下の沖縄の那覇市にあった、沖縄刑務所で発生した、暴動事件。沖縄刑務所は、戦前は、約200人を収容していたが、事件当時は851人も収容し、明らかに過剰抗菌の状態にあった。というのも、本来の刑法犯の増加に加え、 アメリカ占領統治のもとで新たに制定された修正刑法によって罰せられるものが加わったことが挙げられる。1954年は受刑者の脱獄が相次ぎ天保を拒否するなど刑務所内の秩序が極度に乱れ、暴動地下死の情報も乱れ飛んでいた。また、事件直前に人民党事件が発生し、沖縄人民党の瀬長亀次郎が党刑務所に収監されたことで、 受刑者は瀬永を精神的支柱にし、大いに勇気づけられることになった。受刑者声明文1954年11月7日、第1雑居者、第8封鎖で受刑者がドアを突き破って、脱出、他の部屋の受刑者を続々と解放した。中には、刑務所外に脱走する者もいた。刑務所側は直ちに、琉球警察に応援を要請した。琉球政府は、 刑務所の管理を臨時的に法務局から警察に移管することにした。瀬永亀次郎が受刑者の代表として担ぎ出され、瀬永も琉球政府との交渉により事態の収拾を図るべきことを受刑者に説得した。受刑者らは人権の尊重と懲戒行為を逸脱した暴力を古う刑務官の罷免を要求した。受刑者らはこれは暴動ではなく、 基本的人権を獲得するための戦いであると主張したが、薬用アルコールを盗み出して、酒として全受刑者に振る舞ったり、家畜の豚を屠殺して豚料理を作るなど刑務所内は無秩序状態であった。このような事態に至ったことから、琉球警察は鉄棒やカービン銃で武装した警官隊を刑務所内に導入し、11月11日に暴動は鎮圧されたが、 刑務所長や暴力刑務官も懲戒免職になるなど、受刑者の要求にも一定の配慮をすることになった。翌年7月まで警察による刑務所の警備が行われた。暴動が発生した11月7日は、ロシア11月革命勃発記念日でもあったため、当初は、せながら沖縄人民党が起こした計画的犯行と目されたが、実際には自然発生的に発生した事件であった。 ありがとうございます。